自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で議員側に連日の捜索一連の捜査を受け自民党内には強い危機感が広がっている国会記者会館からフジテレビ政治部福井義人記者が中継でお伝えする岸田首相は官邸に入る際に険しい表情で報道陣の声がけに応じた 年末のこの時期に首相が厳しいコメントを強いられること自体が異例の事態だといえる岸田首相強い危機感を持って政治の信頼回復に努めなければと感じております信頼回復を強調した岸田首相だが連日の強制捜査と議員の逮捕という状況にダメージは蓄積している 閣僚経験者の1人はこのままでは内閣が潰れると話し自民党の若手議員からは最悪な年末だ政治改革の具体策を年内に示してほしかった地元で説明がつかないと恨み節が漏れている一方立憲民主党の泉健太代表は自民党の異常事態だと強調した 立憲民主党、泉代表、昨日そして京都と捜索が入るという、自民党にとっても異常事態な状況ですから、年末年始も含めて、まだまだいろんなことがありえると、岸田政権は年明け以降も、捜査の進展と野党からの追及の2つに向き合うこととなる、以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。岸田首相は、 当初はそれほどの危機感を持っっていなかった。しかし現在の自民党の危機感は相当なものだと考える何と言ってもこれまで岸田政権を支えてきた自民党最大派閥の安倍派の重鎮議員を内閣や党幹部から外してしまい政権の骨格がガタガタになっているからである岸田氏はこの問題を一人安倍派の問題として とりあえず南極を乗り越えて自らの政権を維持することを考えたがしかしながらその問題の広がりとそして何よりも国民の反応が予想外であったと考えているのではないか政権が来年の通常国会を乗り切れるのか乗り切ったとしても秋の総裁選には岸田氏はとても出馬し再選することは難しいと見られている そうした瀬戸際に政権も自民党も立たされている信頼というものは年月と実行真心誠実の積み重ねでできるもので簡単に信頼回復とか岸田の言葉の軽さには吐き気がする去年の具足の件から始まって国民の信頼を得ることをしましたか言葉を踊らせるだけで何もしてない ついでに信頼を得るのは大変だけど失うのは一瞬ということも覚えておいた方がいい政府与党として長い間我が国の政治に携わっていたが今回の問題でもうこの政党に任せるべきではなくこの際自民党を解散し新しく出直してもう一度政治家としての責務を思い出し政策が同じ方向であれば。 与野党限らず連合の道を探すべきではすべては長い間の慣例の中での自民党では自らが変えることができないのであれば同じ詩のある人との連帯し新しい組織を作ることを進める良いことも悪いこともすべては己の決断による次の選挙に行きましょう友人知人も誘いましょう 本件に関してまだ幼い子どもを含めた私の家族の行く末が心配です。自分は中小企業の社員です。私が日々感じていることはすでに多くの方がコメントしている通りです。誠に同意見です。一点、お願いです。皆さんは選挙に毎回行っていると思いますが、周りの友人知人、親類。 会社の同僚たちにも次回の選挙で投票に行くよう呼びかけてください。日本という国家の存続イコール私たちの生活が終わろうとしています。良識ある日本人に危機感があることを切に願います。危機感って、政治に対する危機感ではなくて、保身に関する危機感でしょう。 その証拠にやってることといえば人事の入れ替えとか疑念を抱かせたことに対する謝罪とかばかり本当に危機感を持っているならすぐにでも二度と起こさないためのルール作りとか法制化とか該当者の処分次の選挙では公認しないことの発表とかいろいろできることはあるでしょうこの機に及んでまだ信頼回復なんて本当にできると考えているのでしょうか 何回も同じようなコメントをされていますが、信頼がた落ちなんですが、岸田首相の恐るべき鈍感力のなせる技か、それとも本心では国民の信頼なんてそもそも気にしていないのではないのは、首相の椅子に1秒でも長く座っていることが政治目的なのでしょうから、自民党の総裁選しか眼中にないのでしょう。 もし解散して現役首相が落選でもしない限り政治家たちは嵐が過ぎ去るのを身を縮めて待つだけでしょうか議員の逮捕は始まったばかりでありそれは事前に想定されたことではないかこれから家宅捜索任意聴取が急ピッチで進み続々と出頭要請をされる展開は避けられない情勢だ 派閥ぐるみで法律違反の裏金捻出を数十年続けていたのだ。前例のない規模の組織犯罪であり、悪質性は極めて高い。議員が罪に問われないのであれば、法全体への信頼を大きく揺るがすことになる。検察も強い覚悟と危機感を持っていると信じたい。この事態に至っても 国会議員の中から日本の政治を立て直そうとする動きが出てこないことに呆れるばかりだ日本を滅ぼす統一教会とのもたれ合い法務副大臣の選挙買収に伴う逮捕そして今回の裏金と次から次へと国を守るべき政治家さとのこの手たらくは目を覆いたくなるほどの惨状を呈している 国会議員たちはなぜ動かないのか、なぜこの国を叱るべき方向に導くための方策を議論しないのか、これで何百人もいる彼らの存在意義は果たしてあるのだろうか、検察の捜査を見守るだけなら無用の長者である、いい加減、見みなやめてもらいたい国会議員の皆さんはこの騒動を、まだ軽く見ている節があるように感じます。 これれが報道されている通りもし裏金だとしたら皆さんは一番何が問題だと思いますか実は法律を作って国民に納税の支払いを義務化できる立場の人間が裏金をもらって納税義務を免れるという行為は納税者に対する裏切りに他ならないと考えられるのですこれが与党の議員たちだということがなおさら悪いところだと思います。 自民党の議員の皆さんは果たしてどのような解決策を提示して納税者の皆さんの信頼を回復されるのでしょうか皮肉なことに運命を託せる対立軸となり得る野党がいない中で私たち国民も果たしてもし選挙があったとしたらどのような人物に投票して私たちの未来を託したらいいのでしょうかこのように考えるてみると この騒動によって私たち国民自体に対してもかなり深刻な問題提起がなされていると考える必要がありそうです信頼されていた時期があるとでも最初の支持率は信頼ではなく期待それを増税を軸に裏切り続けてきたのだから率も低下し続ける実態のない支持だっただけで信頼信用はありません 回復するもの,なん,てな,いのですなんだったら信頼をゼロから作り始める時期ということです。そうだとしても厳しい旅立ちですね。